こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、今どこにおるかというと、三重県四日市日永の、これ日永踏切、あの JR 関西本線の南四日市駅の北側にある踏切ですね。味の素さんの、ね、工場が今、隣にありますよっていうあたりでおります。さあ今日はね、何をしていこうかというと、なんでこんな止めずに話しとるのかというのもちょっとあとおいおい話しますけど、今回の企画はですね、まあ、今年ね、もう今11月年の瀬でございます。なんと工事中だったか、で、なんだったっけ、そう、年末でございましてね、なんかやり残したことないかなとかってね、企画でやり残したこととかないかなとかっていろいろと考えてたわけでございますよ。そしたらね、ふと思ったんですね。なんやかんや言っていろんな名所案内、今年ね、に入ってからの企画になってるから、穂積駅構内にある名所案内完全制覇の旅から始まってね、水押しに行って、やっていたのから始まって、で、駅の構内にある名所案内をね、いろいろと、見ていきましょうみたいな企画やってたんですけど、言うてね、それだけ取ってね、全部が消化しきれてないよっていうところも多々あるわけでございますね。で、特にこの前の不動のに関してはね、一箇所しか、消化ができてないよっていうところもあったんで、これはでもやっぱしやり残さん方のがいいのかなということでですね、今回の企画名は、今年の名所、今年のうちにということでですね、名所案内で、ね、オンエアで、出してましたけど、あ、行けてねえなっていうところを行こうじゃないかという企画でございますね。ただ、まあ、これは単純に私が今日やらかしまして、まあ、言うて移動なところがありますからね。で、さすがに県外のね、金谷とかにね、さあ行きましょうって言ってもね、こっちも予算の都合とかあるんで難しいんで、県内でね、済ませるよっていう予定でね、それは最初から思ってたわけでございますけど、ただですね、やらかしまして、本当はね、ちょっとまあ怖いね、今回ね、いつもの企画と違ってもう行く場所がね、あらかじめ分かってるじゃないですか。ですからね、調べておったらですね、これはちょっと本当朝の一番にもう、伊勢の方に朝の7時には入ってないとこれ回りきれるぞ、やばいなと思って早起きをするつもりで目覚ましをセットしてたんですけど、いやー、ものの見事に二度寝しちゃいましてね。今、四日市なんですけど、朝の8時半です。やらかした、これはやらかしたということでですね、慌てて用意をして、カメラを回し始めてね、普通は大体ね、最寄りのね、コンビニでね、ちょっとドリンクとか買って、そこからさーって始めるところなんですけど、もう家にある2リットルのペットボトルをポンと持ってきて、とにかく走り始めましたよという次第でございます。まあちょっとね、こんな感じなんで、ね、ちょっとどんな感じになるか分かりませんけど、とりあえず伊勢島地方の方に向かってね、宇都野駅と、最初はあれかな、あそこから行くかな、もうこの時間なんで、あれは伊勢市駅か、伊勢市駅にあった名所案内に書いてあったね、伊勢島スカイライン、あそこからね、ちょっと攻めていこうかなと思います。朝のうちにね、もう走っちゃって、まあ今の時期だともしかしたら紅葉とか見れるのかな、なんでこれもね、ちょっと考えながらね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ほんとドタバタだったんだな。さて、なんやかんやで鈴鹿市まで来ましたけど、案外すんなり来れてますね。交通量が少ないわけではないんですけどね、よかったな。ちなみに今回その伊勢島スカイラインに行くんですけどね、伊勢島スカイラインって通常、おいくらだったっけ、普通車で1270円、
二輪車だと900円っていうお値段で登れる有料道路なんですけど、実はこんなね、オンラインで発券できるクーポンがあって、それを使うとなんと1020円ということで、250円、値引きということですね、でバイクだと、720円になりますよということなんで、お得なクーポンがありますね。またリンク概要欄で貼っておきますんで、ご興味ある方はぜひ、そちらのリンクの方からね、公式サイトにアクセスするとそのお得なクーポンこちらというのがありますんで、誰でもそのね、インターネットアクセスできる人だったら誰でも発見できますので、ぜひ使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。あ、そっか、ここのマック工事やっとったけど昨日リニューアルオープンだったんですね。綺麗になりましたよね。本当にもともとそんな古い店舗じゃなかったと思うんですけどね。ってことでね、一応実験的ではあるんですけど、今ねこれカメラ前に向けてやってますけどね、そうするとなかなか音が取りにくいなってことなんで、今回ねちょっと音を別撮りで撮れるようにね、スマホのアプリで録音してるだけなんですけどね、ちょっと、これでこれもう聞き取りやすくなって全面テープをねいけるんじゃないかなということで、ね、試してやってみました。使えるかどうかね分かりませんけどね、ちょっと試しに、それでやってみようかなと思います。そう言うて今回回る回数が多いですからね。で、調べとってね、何がまずいってね、今回その伊勢志摩方面だけだったらいいんですけどね、あと行けてないところで東青山駅にね書いてあるのがリストアップしてみたらあり上がるんですよね。青山方面の方のねやつがありますんで、これが厄介なのよね。何せ伊勢志摩から行こうと思うとめちゃくちゃ時間かかりますんでね、そこのところどう潰していこうかなっていうところがね今考えてるところなんですけどね。青山高原の方で高速も走ってないんで本当大変なんですよ行くのがね。本当このどうするかなんだよな。この山からあと山中も潰れちゃいましたもんね。でなんかバローのクロスタイルっていうね、なんかいやホームセンターのワーカーショップみたいなね、コメディなんかも最近増やしてますけど、タイプの店になったみたいですね。さあしれっと入ってましたね。そうだ、朝飯だけどうしような。何もコマンド出てきましたからね。もうちょっとずらしてもブランチしちゃうっていうのがいいかもしれんけどな。急いで出てきたもんで別にそんな腹減ってないですからね、まだ。